くわ。手からスパゲッティを出す。少々。寝たら全部忘れる。チャームポイント。髪飾りは梨の花。ピアスも梨。うせ。マスターハンドみたいな指の動きをしちゃう。好きなアニメ。シュタインズゲート、あの花、トラドラ、イチゴマシュマロ、このスパ。好きなゲーム。マリオシリーズ、ポケモン、東宝、音ゲー、アンダーテール。好きなアイマスのアイドル。宮本ウレルリカ、一ノ瀬式、大崎天下。キュートピーレールやってみたいこと。初見ザプロ作る。印象に残っているバイト。印刷工場で紙のロールを転がすだけの仕事。得意料理。彼、言われて嬉しいこと。可愛い、歌が好き、面白い。性格は冷静沈着で他人に流されない。好きな女の子の身長。153.6cm くらいの女の子が、ヤシジャゴに押したら154cmですっていうのが一番好き。なんだっけ、スムージー。好きな匂い。ドラッグストアに入った時の匂い。1億円あったら何する？武道館借りて、リスナー全員呼んで芋煮会。最近あった許せないこと。コンビニでケーキを買ったらスプーンついてなくて手づかみで食べた。デートでどこ行きたい？水族館。ラーメン屋で白いご飯を頼む？Absolutely！ 一番怖いもの。死？じゃあ2番目に怖いものは？遅刻をする夢です。ほら、どうして青いの？私の目が青いからです。小さい頃の夢は？弁護士かラーメン屋。モノマネをやって。私はなぜここにいるのか。生まれ変わったら何になりたい？自転車。好きな音楽。可愛いベース。好きな動物は？カワウソ。可愛いよね。ギリギリ勝てそうな動物は？ギリギリ勝てる。ニワトリ。似ている芸能人。坂本龍馬。体のパーツで好きな部分。足ですね。女の子は足、洋服、顔、おっぱい、始まりますサイゼリアでハンバーグとパスタを両方頼む。過去の自分になんて言いたい？美少女になってるよ。クリスマスにもらって嬉しかったものは？プレステ2のコントローラーだけもらった。金と銀、どっちが好き？いや、何その質問。誰にも言ってない特技。どこでも5分以内に寝れる。一番最後に保存した画像。これ。法律を変えられるならどうする？これまでの法律全部嘘。弾ける楽器。トライアングル。あとドラム。異世界転生したらどうする？ネイルアート屋さんになります。好きな絵文字。これ。笑顔で殴る。無人島に1個だけ持っていくなら？リモコン。パイナップルピザを許せる？ Never。 印象に残っている夢。高速道路をハイキングする夢。早口言葉を言って。やだ。シーセルズ、シーシェルズ、バイザシーショー。最近の野望は？